このバスは河原町通り四条河原町から京都駅、京都水族館、梅小路公園、京都鉄道博物館行き急行バスです。途中通過する停留所がありますのでご注意ください。次は河原町三条、河原町三条です。三条桜屋ギャラリー琴へ IC カードご利用のお客様はしっかりとカードをタッチしてください。 This bus is the bound for Kyoto Aquarium and Nimeco Ocean Park Kyoto Railway Museum via Kyoto Station。日光地通り間は午前8時から午後9時まで車道の自転車通行が禁止されています。また歩道は終日通行できませんのでご注意ください。 The next stop is 四条河原町。 Please change here for the Hankyu Railway。 車内では
このバスは七条大宮通過線の他向こう地公園教師たちに会って急行バス本人たちに会って何か言われるように噂を広げられる人たちがありますのでご注意ください。次は京都駅前京都駅前お降りの方はバスが止まるまでそのままお待ちください。車内事故防止にご協力をお願いします。次は京都駅キャンパスコアが京都水前ベル館内デリスランの京都コンタクトレンズ4階中野なんか前です。地下鉄烏野線新幹線 JR 線近鉄電車ご利用の方はお乗り換えください。このバスは両替方式です。お釣りは出ませんので、運賃は事前の両替の上運賃箱にお入れください。 IC カードご利用のお客様はしっかりとカードをタッチしてください。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。ちょっと待って止まります。ここ大扉が開くまでその場でお待ちください。Thank you.
ご利用いただきましてありがとうございます。このバスは梅小路公園京都鉄道博物館行き急行バスです。次は七条大宮京都水族館前、七条大宮京都水族館前です。次は七条大宮京都水族館下部インテリアの砺波家具センター前です。京都水族館へお越しの方はここでオールの上後方の交差点を右へお進みください。車内では便利でお得なバス1日券を発売しております。ぜひお買い求めください。1日券をご利用のお客様は初回降車時に読み取り券をお通しください。2回目以降のご利用は裏の日付をお見せください。このバスは両替方式です。お釣りは出ませんので、運賃は事前に両替の上、運賃箱にお入れください。市バスでは、ピタパ、イコカなど便利な IC カードがご利用いただけます。お得で便利な IC カードをぜひご利用ください。車内では、大きなカバンやリュックサックなどの手荷物は、体の前にお持ち。 Especially during times of congestion. 止まります。扉が開くまでその場でお待ちください。
利用いただきましてありがとうございました。次は梅小路公園京都鉄道博物館前、梅小路公園京都鉄道博物館前終点です。どなた様もお忘れ物のないようお支度の上、バスが止まるまでそのままお待ちください。次は梅小路公園京都鉄道博物館前終点です。Thank you for taking the Kyoto City bus. The next stop is Mekoshi Park, Kyoto Railway Museum. The final stop.